ども、食肉食っていうお肉を食べる仲間なのに肉食べないっていうのが一番の特徴になります。で、何食べてるかっていうともうだいぶ食い散らかしてますけども、竹を食べます。主食は竹になります。まあそれ以外にも今挙げてますけど、リンゴだとかそういうものはあるんです。でじゃあなんでそれが珍しいかっていうと、基本的に猫を食べる動物っていう、お肉を食べる仲間の、猫の仲間っていうのは、お腹の中、まあ、胃とか腸ですね、そういう消化管がそれ用になっているので、こういう竹のような硬い繊維質の植物を食べてもうまく消化できないんですね。で植物を食べてる動物っていうと、牛だったらこう胃が4つあったりして、そういう専用のお腹をしてるから植物を食べれるのに、レッサーパンダはそういうのないのに植物食べちゃってるっていう、すごい変わり者なね動物です。でやっぱりそれ専用のお腹をしてないから困ったことに、こういうものを食べてもあんまり消化できないんですね。だからどうするかっていうと、今見て分かる通りすごいたくさん食べるんですね。ちょっとしか消化できないからとにかくたくさん食べるっていうことで、非常に車で行ったら燃費の悪い、動物だというのが分かっていただけるかなと。で普段だったらこんなにみんなわらわら来ないんですけど、今日ね雪明かりの動物園ということで閉園時間遅くてですね、本当だったらいつもお部屋の中で夕ご飯食べてる時間なんですけど、ちょっとお預け食らってるんで、こんなガツガツしてあっちのやつも羨ましそうに、もうちょっと待っててもらえます。でちなみにこの竹っていうのは北海道はほとんど生えていなくてですね、どうやってるかっていうと、京都から、買ってます。毎週2回宅急便で送られてくるんですね。だから、結構これ値段が高いんですよね。でさらに最近1頭入っちゃったから、さらにね餌代が高騰していてですね、実は旭山動物園120種類ぐらい動物飼育してるんですけども、その中でも値段っていう餌代が一番高いのはこのレッサーパンダ。なんかイメージで言うと、なんかキリンとかホッキョクグマとかライオンとかの方がたくさん食べそうな気がするんですけど、ホッキョクグマとかライオンみたいな肉食、完全な肉食動物ってそんなにたくさん量食べないですし、でキリンみたいな草ばっかり食べてる動物は草はまあ道産の近くで、買ってこれるからそんな値段高くないんですけど、レッサーパンダは竹ばっか食べるし、竹は北海道にないから、ですごいお金がかかる。でまあ、あんまりお金の話ばっかりするのも嫌なんですけど、ただ一つ北海道でレッサーパンダを飼育して、いいことがあって、それは何かっていうと、彼らは暑いのが苦手で寒いのに強いんです。だから本州で飼うと、竹はいっぱいあるけど冷房をガン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 炊かないといけない。だけど北海道は涼しいですから、今見て分かるとこう雪の中でもすごい元気で、まあ、気候的には飼育するのには適している環境なのかなというふうに思います。で